Hello. So I'm gonna be reacting to this episode of Fairy Tail. I think it's 23, and I don't know if there is something interesting on it, but the whole arc is amazing, and anything can happen anytime. So let's just watch it together. I guess. Yeah. Let's begin this. 会話ができるんだろう。予想はついてる。お前が皇帝の言っていたフェアリーアークル。お前の体はどこにある？言え！これよりフェアリーテールへの進軍を再開する。先日短期で襲撃してきた少年しかり、奴らを侮ってはいけない。すでに12のうち5人がやられている。なんだって？バカな、嘘だろ。そのうち1人はアクノロギアの仕業だけどね。だが案ずることはない。我々に不死なる力の陛下がいる限り、我々に敗北はない。進め、アルバレスの子らよ。フェアリーハートを陛下の手に。もう迷いはない。ナツ、メイビス、僕は君たちを黒く塗りつぶす。Do you guys skip the opening? Because I always do. I listen to it when it's new, but what's the point of listening to it every time? I'm sorry if you like it, but I think I have to. And I don't like this opening, to be honest. なめんじゃねえぞ。俺が捕らえた113人のギルドの仲間たちを今から順番に殺していってやる。よせ！やめてください！もう取り返しのつかないとこまで来てんだよ。待って、ん？その中にはあんたの仲間もいるのよ。ブランディッシュがいる。ブランディッシュ、奴の部下。クソ、巻き添えにしたらさすがにディマリアがうるせえな。仕方ねえ。エマしやがって。
ジェイコブか。助かりましたよジェイコブさん。助かりましたよジェイコブさん。え、ああ、あ、足がもう一人いる。合格。ジェミニピーリピーリ。お、浮きミス不合格。どうせならブランディッシュに変身した方が強いのに。強すぎる魔導士には変身できないのですよ。それもあるけど本当の目的は空間の掟発動ビッキリ。でもこれジェミニも消えちゃうよ。私のスタードレスもね。でも大丈夫、俺のトランスポートが。これは全ての空間魔法を無効化するの。つまりくそ、みんなを元に戻せる。やっと出られた。助かった。よくやった。さすがルシー復活。イエーイ。くそ、すごい、やりましたねルシー。おほほほ、イエーイ。めんどくせえ、もう一度全員消えろ。もぎゅ猫。よくも初代を痛めつけてくれたの。今日は敬老の日だったか。だったら初代を一番やばい。私本当は20代なんですけど。どうもありがとうございます。本気出したら本当にギルドが跡形もなく消えちまう。助けてくれたんだって、ありがとな。ありがとう。牢に戻ることないのに。おいらたちすごく感謝してるんだよ。まさかジェイコブがやられるなんてね。皇帝が敵を侮るなって言ってた意味がやっとわかった。でもここまでよ。あ、オーガストが来る。オーガスト、8月？もう9月だよ。西の大陸アラキタシアでは8月は厄災が集まる月と呼ばれてる。みんな8月を乗り越えるため祈り慎み正直に暮らす。8月は恐怖の月、誰もが知ってる昔話。ラキのウッドメイクですぐ直して。ギルド壊すんじゃねえよマスター。いい年してみっともねえ。面目ない。俺各地の様子は、それがレーダーがぶっ壊れちまったみたいで。わしのせいかの。いや、強力なジャミングだ。誰かがレーダーを無効化してやがる。そういやさっきのやつが言ってたよな、オーガストがマーカーをどうのって。
オーガストっていうすげえ魔導士がいてな、あんたらのレーダーに映ってることを悟り偽装した。オーガストが向かってくる。魔導王と呼ばれた男が。魔導王、こんな時こそ初代の知恵を。ってあれ、初代はどこに行ったんだ。傷を癒すために一旦地下へ戻るって。そうか、つーか四年隊がなんで怪我するんだよ。知らねえ。 My question。 地下にこんなところがね。そういえばあなたは初見でしたか。あれが私の本体、永久魔法フェアリーハート。ゼルフが狙ってるものだね。はい、私はジェイコブの魔法、ナツとルーシーの戦い方からゼレフを倒すための策を見つけました。まだ詳しくは言えませんが、まずは私の本体をあのラクリマから出さねばなりません。ちょっと待ってよ、中にいる初代はさ、その理論上では生きています。プレヒトの蘇生術のおかげかもしれませんね。どうやって外に出るんだい。フェアリーグリッター、フェアリーグリッターで私の思念体、この体を消し去るのです。見てください、思念体に攻撃を受けたことで入った亀裂です。計算では思念体を消滅させることでラクリマを破壊できるはずです。何言ってんだよ、私に初代を攻撃しろって。これは思念体、幻です。仲間を傷つけるわけではありません。ダメだ、危険すぎる。万が一初代の本体に。かな、これにかけるのです。私を信じて、全てはゼレフを倒すため。見えてきたぞ、敵の大軍勢だ。セイバーやペガサスの連中と合流できなかったな。無事だといいけど。こっちに向かってくる。どうする。やるに決まってるだろ。でもすごい数だよ。大丈夫、近くにセイバーもいるはずだ。ここは俺たちで食い止める。これ以上ギルドへは進ませねえ。全員戦闘態勢。これは懐かしい顔ぶれが揃った。闇刹那、久しぶりだろ。シモン、お前生きて。エルザ、
元気そうで何よりだ。ジェラール、お前雰囲気変わってないか？そっちのお前は、まさか。お兄ちゃん。お兄ちゃん。違う。こいつはシモンじゃない。貴様、何を。これが君たちのヒストリア。愛と友情と家族と死。そう、とても美しいヒストリアだよ。ヒストリア。十二の盾の一人か。貴様がシモンを。よく一瞬で気づいたね。そう、これは君たちのヒストリア。心の中の魔導士さ。私は心を見る。心の中にはたくさんの思いがあるんだ。私はね、その思いを具現化する。生命の創造、美しきヒストリア。そうか、お前はカグラ。お兄さん。大きく。落ち着け。あれは奴が作った幻だ。黙れ。幻とは少し違うよ。見ただろう、私の生み出す生命は魔法を使える。記憶も人格もあるんだ。ジェラール。しまわはったんですか、エルザハン。暗殺ギルドのサンバガラス。その説はどうも。怒るが美しきヒストリア。こいつ、私から離れろ。早くエルザの火星に向かわねば。こいつは兄を殺した男。昔のようなキレを感じませんわ。怪我のせいだ。本来のエルザはもっと強い。アズマ。さあ、見せてほしいね、あの強さを。Catches in a minor. Windy.
Her name is Windy, by the way, and she just gave birth. So, anyway, let's keep watching. ことのなかった魂もヒストリアは結んでいく。なんと美しい。さあ広がれ、屍のヒストリア。ネクロマンサーとは少し違う魔法。実に面白い。人々の心の中から強き者の記憶を具現させておる。まだまだ立てるはずどす、エルザハン。さあ、もっと楽しませてほしいね。そう、私も楽しませてくれたまえ。戦場に咲く屍のヒストリアたちよ。生きろ。Nice. That was a decent episode, and I won't cut anything. Because this, I feel this is like more like watch with me and share with me the episodes of and the feelings of the episode more than like reacting to it. That's it. See you.